始まるの早いな。もう始まってます。じゃーん。皆さん、聞こえてますか？これ。聞こえてるかな？聞こえてますか？ 知り合いのあきとくん、それで今のあきとくんが早めのコメントくれました。けいたくんって、これ聞こえてます？皆さん。聞こえてる？聞こえない。聞こえない？聞こえてるって聞いて聞こえないっていうのは、こう聞こえてる証拠でない？それ。聞こえてる？あ、聞こえてますね。ありがとうございます。さあ、20日の8時からですね、僕が3日前ぐらいから配信すると言ってついに始まりました。まずはですね、皆さんにこのニューシングル「どう」のお話をちょっとだけ、僕の発表の前にちょっとしたいんですけど、これあさって発売になります。ウィンズのニューシングルです。どう、そう、どうです。台湾からもありがとうございます。香港からもありがとうございます。これがあさってね、22日に発売になりますので、これチェックしてほしいなと。皆さん、ミュージックビデオも見てくれましたか？ここは家じゃないですよ。ポニーキャニオンの会議室で私たちが所属しております。ポニーキャニオンというレーベルの会議室で配信しております。ミュージックビデオかっこよかったと、ありがとうございます。そう、これ本当にね、めちゃくちゃ面白い楽曲になってるんで、ぜひゲットしてみてください。よろしくお願いします。さあ、いつ本題に入るかっていうところですね。皆さんどうします？ちょっとコミュニ会話でもしましょうか。まずはね、色気がすごかった。色気がありましたか？僕はミュージックビデオでの解禁の時に、プレイボーイケータガって書かれてたんですけど、僕は本当自分でもう言いましょう。ウィンズ一真面目なんで。プレイボーイは役です。こんなこと言うためにインスタライブやったんじゃないんですけど。隠れウィンズ難しかったですよね。僕もね、結構難しくて、最初本当これみんなわかんのかなとか思ってたんですけど、割と結構当ててくれた方がいるみたいで、ありがとうございます。いろいろ探してくれてね。まだ答え合わせはできてないのかな。夜ご飯食べましたよ。プレイボーイ笑いました。そうでしょ、笑けるでしょ、僕がプレイボーイなんてね。ナイスヘアからありがとうございます。さて、そろそろじゃあ、いや、まだかな。まだ4分しか経ってないから、やっぱ10分間ぐらいはね、ちょっと引っ張りたいなと思うんですけど、どうしようかな。何の話しようかな。もうみんなが楽しみに待ってる。その発表って言われたら結構楽しみに待つじゃないですか、皆さん。こんだけ引っ張って、なんか、それみたいに思われるのもちょっと嫌だなとは思うから、うちって、岡崎体育がうちの事務所と同じ9本材だっていう。岡崎体育さん、僕のことを注目してもらっていいですか？9、後ろに映ってる9本材のことはどうでもいいので、僕のこと見えてます？その後ろばっか見てないでね、僕のことちゃんと見てくださいね。体育さんとみんな、体育さん、体育さんって。電波悪い。あ、これ電波いいとこ行ってね。ちゃんと見てよ。一番いいとこ聞き逃したら、一番いいとこ聞き逃したらダメよ。ライブ DVD、そう、ライブ DVD も1月22日、あさって発売になるんですよ。これもぜひ、ウィンズフューチャーパストという、過去から未来に向けての、ウィンズのナンバーをこのツアーに詰めました。本当にね、すごい、ウィンズの歴史を感じてもらえるような作品になったと思いますんでね、これも見てほしいな。ちゃんともしっかり、しっかりと編集もね、頑張りましたよ。もう頑張りましたよ。龍一くんがね、東京公演の時だけ帽子を落としたんですよ。帽子の振りがあってね、帽子をこうパパパってやって、どこの公演も失敗しなかったですよ。東京のライブ DVD 収録の日だけポロン行きましたよ。これはどうしようかと。これもみんな、見てもらったら分かるんですけど、編集の技術でほとんど気づかれないように なってます 落とした現実はあるんですけど、カメラワークで
あ、なんかそのまま行っちゃったみたいに見えるんで、これが一番の僕の、あの、今回一番頑張ったところですね。そこの編集は本当一番頑張りました。ライブ動画を保存してもらえますか？これね、これ保存した方がいいのかな？みんな保存した方が後で見れるのか。歴史しっかり見たいです。ぜひ見てください。さあさあさあ。あ、まだ6分しか経ってないということで、ちょっと待って。こんなに時間経つのって遅いっけ？もう行こうか。もう言おうか。どうしよう。どうしたい。ちょっと聞いたかったな。どうしたい。ここか。さあ皆さん、どうしたい、行きます、行きます、どうします、皆さんどうします、言います、もう報告します、僕の発表します、みんなの意見も聞くよ、みんなもうこれインスタライブでこういうことやるの初めてなんで、結構いつも気まぐれでこうピッと再生して、再生っていうかピッと始めて、なんかメンバーといるところで配信とかしてたんですけど、こうやって告知してね、発表あるよなんていうの初めてなんで、さあ、あ、もう教えて教えてって言われてますね、早く教えてくださいって言われてますね、なんでそんなうまいの歌ですか、一応ね僕19年歌歌ってるんでね、これで下手だったらやめてますよ、きっと僕歌下手だったらこの仕事やめてますよさあ、今日皆さんにね、アカペラでワンフレーズ歌ってから発表して、今歌ったんですけどね、聞こえてなかった、俺今歌じゃないのかな、このピアスいいでしょ、さあ発表しますよ、なんとですね、僕まあ簡単に言いましょう、さらっと言いましょう、さらっと言います、ソロアルバムを発売することが決定しました。ありがとうございます。寂しい拍手。今日ね、スタッフがめちゃくちゃ少ないんですよ。全然誰も拍手してくれなかった。びっくりした今。もうちょっとみんなの声もあってもいいんだけど、まあ言っても2人しかいないんでね。ソロのアルバムをリリースさせていただくことが決定いたしまして、去年2018年ですね。僕は12作連続で配信をリリースしたんですけれども、配信曲でリリースしたんですけども、その楽曲とプラスアルファでこのアルバムを皆さんにお届けしようということが決定しました。日付を言えというメッセージが来ました。発売日は、さあ皆さん発売日予想してみましょうか。じゃあ発売日予想タイム。くだらないゲームが始まりましたよ。発売日を予想してください、皆さん。発売日。今日が1月の20日。この辺に解禁になったら、314、314。そうですね。まずは、まあ、ウィンズのデビュー日。そこはでも、ごめんなさい。水曜日じゃないんじゃないかな。発売日はだいたい水曜日なんでね。どうなんだ、314。そう、314じゃないんですよ。ごめんなさい。これ多分当たんないんで、問題出しておいて申し訳ないんですけど、多分あ、早くも当てた人がいる、なんで分かったんだ、3月25日、その通りです、すごっ、なんで分かったんだろう、3月25日に、ケータとしてのソロアルバムをリリースさせていただくことになりました。まあね、それだけみたいなちょっと感じに今なってんじゃないかなと思うんですけど、どう思います、これだけ、え、それだけ、その発表をするために私たちの大切な時間をちょうだいと言ったの、とみんな8時に来てねって言ったじゃないですか、これがね、アルバムの発売と実はもう一つライブもやるんです、これ。もうちょっと答えが出ちゃったんでね、言いました、ライブも、やることが決定しました。ちょっと今ね、日程を確認しますね。アルバムの発売が3月25日ですね、そこに発売して4月の4日大阪
ゼップナンバーですね。そして4月の5日、福岡、ゼップ福岡。4月17日、東京、ゼップ東京。4月19日、ゼップ名古屋でですね、ゼップの、4カ所回っていきたいなと思います。久しぶりにソロライブやるんで、前回やったのがあのフラグメンツというソロアルバムを出した時に30歳の時でしたね。だからもう4年前ぐらいか、忘れもしないあのドラムを叩いて出てきたりとかして、まあ、ソロのツアーは本当にね、またこうウィンズとは違った緊張感があるんで、ぜひ皆さんにも楽しみにしてていただきたいなと思いながら、まあ、アルバムもね本当リリース、これまあもちろんこう今までの12曲も入ってるんですけど、このプラスアルファっていうのがまた1プラスアルファがねこれいいんですよ、いいんですよって言ってまだできてないんですよ、プラスアルファの曲はまだできてないんですけど、ここが今日の一番の実は皆さんと一緒にやりたい企画でございます。その3月25日にですね発売する楽曲、そのプラスする曲の一曲を今ここで皆さんにどんな曲を作ってほしいかというのをこのインスタライブ中に募集しまして、このインスタライブ中に決めようと思います。なので皆さん、僕が作るどういう曲が聴きたいかっていうのをここでねぜひご意見いただきたいなと思いまして、それでこのインスタライブを今日やったわけなんですけれども、まあ、どういう楽曲、雰囲気何でもいいですよ、もうダンスナンバーとかファンクとか R&B とかバラードとかヒップホップとかトラップとか、もう何でもいい、ジャンル何でもいいですし、あそうこれ切ないとか片思いいけそう、歌詞の世界観もいいですよ。さあいろいろ来てます。どうだ、ロックンロール演歌、いやこれ真面目に真面目にやろう、真面目に演歌、辛い時にしっとり聞ける泣ける系ね、バラードだけどダンスが似合う感じの歌、ダンスナンバー、あロックがちょっとずつありますよ、ダンスナンバー、応援歌ね、はあ、岡崎体育系、岡崎体育系岡ちゃんのあのスタイルは本当才能すごいですからね、ゴリゴリのトラップね、あマリちゃん、これバンドメンバーのマリちゃんですね、トラップウィンズトラップやってほしいって言ってたもんな、ウェディングソングもいいですね、究極のラブソング、ラブバラード、めっちゃ切ないやつね、子供や家族の歌もいいですね。ファンク&B。アップテンポな乗れる曲。未来の子供に向けて。いいね。そういうこう、子供が将来聴いたら、響く曲って結構いいよね。ロングロード系ね。切ない。どうなの？切ない系が多いの？ファンク聴きたいっていうのもでも結構ありますね。バラード。パーティーってダパンプさんの場合いいんですかね。ウィンズ、ケータ、立花、ケータに、オタクの気持ちね、卒業ソング、カラオケでみんなでハイトーンボイスが流行る、This Time、バラード、ノリノリでドライブできる、やっぱこう、思った通り意見が割れるんだよね。どうする？どうする？でも多数決とか取ったらどうなるんだ、多数決とかここで取れないのか、多数決取れたらよかったな、こういうなんかこういうので、あ、な、質問だ、これ多数決機能があったらよかったな、80年代風ね、アップテンポも結構多いんですね、バラード、でもちょっと待って振り返ってみよう、バラードが多い気がする、どうしよう、これどうしよう、どうしたらいい、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、結構いろいろあるんですけどどうしようかな、書き、そうですね、書きましょう
バラード、でもやっぱねバラードめっちゃ多いですよ。カラオケで歌えそうなやつ、カラオケで歌えるっていうことは僕のハイトーンがまずなくなるわけですよね。なんかシャンチャンシャイとかやったらもう絶対カラオケ歌えないでしょ。バラードでカラオケで歌えるってことかな、どうなんだろう。ディスコ、いやバラードめっちゃ多いわやっぱり。恋愛系より家族に向けての方がいい、メンバーに捧げる歌。ハイトーンはいるんだ。ハイトーン、ゆっくりでおしゃれ、やっぱそうね。泣ける系か。バラード、アコースティック、オルタナティブはダンスファンク。まあ今ね、結構あの、ホワイトボードに書いていただいてるんですけど、踊れ、子供向けね、子供向け、全然関係ないんですけど、この間とある人に子供向けの歌作った方がいいですよ、絶対向いてますよって言われたんですよね。全く考えたことなかったんですけどね。英語なしね、もう全編日本語の歌詞ね。はいはいはい、地声の低い音ね。そうなんですよね、低い。素人でも歌いやすい、やっぱ歌いやすいか、歌いやすいバラード結構多いな。でもさ、言ってしまうと女性のキーと男性のキーはちょっと違っうんで、どうしたらいいんだ。そん高い声の、意外と高い声の方がみんなは歌いやすいのかな。どうなんだろう。ピアノ弾きながらバラード。女性目線の歌詞。あうんうんうん。ピアノの弾き語り。仮面ライダー。そうか、各自キー変えるから OK、 カラオケでねみんなそうだよね、みんなもう自分のキーで歌うもんね。だから僕は僕のキーでいいのかっていうことは、今までの僕の歌みたいに、例えば We Don't みたいに Girl I guess we are から Baby I can get you にするとキー上げた時にって高くなっちゃいすぎるから、キーのレンジは抑えめの方がいいってことね。ちょっとごめんね、細かくなるけど、地声からハイトーンしたらだってみんな歌いづらくない？キー調整した時どうなの。だから多分レンジは一定した方がみんな歌いやすいんじゃないかな。あ、ブルーノマーズみたいな曲ね、ヴェルサーチオンザフローとかいいよね。Let's take a time tonight, girl. ケータのキーでいい。鼻向けみたいな、エニモーみたいな曲が好き。あ、フューチャーベースとかね、低音バキバキの。それもあるんだな。やっぱ嬉しいですね。こういろんな曲が聴きたいって言ってもらえて。どうしようかな。レンジ狭めの方がありがたいです。ちょっと待って、今メモ見るね。いや多いな多いな。まずジャンルがバラード、アコースティック、オルタナティブ、 R&B、ダンス、ファンク、 EDM、 ロック。これはもうジャンルまず決めていい。バラード、アコースティック、あ、うん、今出てんのがバラード、アコースティック、オルタナティブ、 R&B、 ダンス、ファンク、 EDM、 ロック。どう、どれでいく。どれでいこう。そうなんだ、いろんなジャンルやってたから。あ、ファンク、ヒップホップ、あれ言ってねえジャンル出て。アコースティックは嫌だ。えなあ、まとまらんどうしよう、どうしよう、どうしよう。ロック、ジャズ、めっちゃ震えてる。でもな、ロックが、ロックもあるか。バラードと、まあでもバラードが多いか。
ジャズも入れて、バラード、アコース、やっぱバラードが多いか。バラードね、もう全部やりましょう。 J-ROCK、 ロックほんとやったことないな、あんまり。バラード多いね、確かに。ジャンルはじゃあもうバラードでいくかな。バラードね、バラードいくか。久しぶりかもな、バラード。お、なんかジャンル追加されました、ラテン。 あ、今までの配信ゆったりした曲が多いのでアップテンポがいいなっていうのもあるし、どうしよう。全部作って今後の CD に入れていく。あ、わかった。これね、説明不足でした。ごめんなさい。ここで募集するじゃないですか。実はこの、今、このやってる、インスタライブをやってるのも、メイキングのカメラで押さえてもらってるんですよ。で、これもうこういう募集したところ、僕が曲を作っているところっていうのを、もうずっと押さえてもらって、一曲できる過程を、メイキング映像として、今回の、アルバムに、DVD として、つけようと思ってるんですよね。なんで、ここでちゃんと決めなきゃいけないんですけど、そう、だから、ごめん、それ聞いてない。そうだよね。そうだよね。だから今、撮影していただいてるんです。撮影していただいていて、それも全部入るんで、だからこう全曲というよりかはもう一曲、それを、その作る過程っていうのを、全部収めたいんで、ここでね、ならバラードかなっていう意見も来ましたね。そうなんですよ。だからその曲ができるまでの過程をみんなに届けたくて、最初、そのスタッフの方にメイキング映像を撮りたいですって言われて、もう曲作ってるところのメイキング映像撮りたいですって言われて、僕ほんと曲作るときずっとよく、いろんなところで話してるんですけど、8時間ぐらいこう無言でこうカタ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 、まあちょっとこう揺れてってやってるんですよ。それはさすがにちょっとメイキング映像として持つのかなっていうところから、こういう、こういろんな募集して曲を作っていく過程を皆さんに届けたいなっていうところから始まったんですけど、なんで曲作ってる最中もこうやって僕インスタライブとか多分やっちゃうと思うんで、ぜひその都度参加してもらえたらなと思うんですけど、っていうなると、切ないバラード系、バラード系、ウェディング、バラード、低音系ね。あ、でもやっぱソロならバラード、バラード結構多いですね。あ、バラード増えたわ。そう、この企画が伝わった途端に。バラードですね。めちゃくちゃ増えた。じゃあ分かった。ひとまずバラードやるっていうこと、もう歌物です。歌物から次、歌詞、詞の世界観。ちょっと一回もうバラードに収めますね。そうしないと次のステップに進めないんで。歌詞の世界観を、どうします？皆さん。バラードで、っていうか僕多分自分でバラードあんまり作ったことないんじゃないかな。どういうバラードにしようかな。ほんとピアノ一本とかがいいのか。まあ、そこはちょっと、後々考えながら、歌詞、ウェディング。ウェディングめっちゃ多い。ええー。ウェディングめっちゃ多いな。あ、ファンに向けての気持ち。ウェディング。ベイビーメイビーみたいなやつ。ジルコミアみたいなやつっていう、曲、ウィンズの曲ね。ウェディングハッピーな曲。前に進む系ファミリー。でもウェディングめっちゃ多いな。ミディアムバラード。デスマス。
何ですマス今日のお菓子なんとかですなんとかマス結婚式で歌うウェディングめっちゃ多いですよ片思い系ウェディング含め出発とか旅立ちみたいなウェディング多いめっちゃウェディングあウェディングソングかウェディングソングか書けるかなちょっと自信ないけど書くかなウェディングソングってウェディングソングってどんなんだどんなんだどんなんだウェディングソングかウェディングソングかそうね This Time ウィンズで言うと This Time っていう楽曲は あと僕あれなんですよねそれバラードじゃなかったけどあ違うなあれウェディングじゃないかなんか昔ソロでウェディング書いたかなとも 思ったんですけどプロツールスのデータ欲しいですすげえマニアックになったそうか結婚式終わったばっかおめでとうあ君の声ねそう君の声そうですね僕のソロの曲で君の声っていう曲はそういう曲だったなウェディングソングかバラードのウェディングソングあでもちょっと違う意見も出てきてるかハッピーなねバラードでハッピーセレブレーション切ないラブソング君の声うん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 やっぱウェディング多いなウェディングかこれはこれはウェディングになるのか子供たちに向ける感じね結構好きですけどねそういう壮大なスケールの子守歌泣けるバラードでも泣けるバラードってウェディングって泣けるのか泣けるか結婚式で読む両親への手紙あの泣くやつねそういうストーリーなるほどあそれでも面白いかもな結婚式で読むお話なんかそれいいかもななんかそれを歌にするってあんまないな結婚式の自分のこう両親に対する感謝の気持ちとかを歌にするっていうのはいいかもなそれちょっとない発想だったなはあはあはあ、あ、結構グーってきてますよ。家族に向けてのね。それいいな。どうですか皆さん。バラード系で。結婚式の時に両親に感謝する時のこうバラウェディングのねこう奥さんを愛してるっていうのは結構世の中に溢れてるんでもしかしたらそれがいいかも家族にお父さんお母さんにウェディングでのありがとう、はあいいかもなそれしてみようかなちょっとそれは自分が興味があるなんかあんまり発想になかったからどういう歌を自分が書くんだろうっていうのがすごく興味あるなどうだ？いいか？いいのかこれで。それで決めちゃってもいいのか？
インスタライブするとやっぱりこう意見がいろいろ割れますけども、めっちゃコメント読んでるわ俺。ちょっとそれでやってみようかな。男性目線、女性目線、日本語の、まあ、そうね、やっぱり全編日本語で、だからなんか抽象的な言葉っていうよりこう結構具体的なストレートなメッセージの歌になるのかな。あんまり僕結構抽象的なの多いんで、すごいこうストレートなのを一回書いてみたいなとも思っていたんで、僕あそれちょっとそれやってみようかな。自分のでもちょっとウェディングじゃなくなるのかなそれって。でもどうなんだろう、両親への感謝の歌になっちゃうってことだよね要するに。そうするとちょっとウェディングじゃなくなるのか。どう思います皆さん、ちょっとウェディングから離れちゃうよね、その両親へ向けた曲になっちゃうと。マサオさんがまだ子供が小さくて結婚なんて先なのに、その時の想像して今から準備するお父さんの気持ちそんなバラードあるかめちゃくちゃ面白い、マサオさんそれそれ面白いな、それもやりたかったな。うん、両親への感謝の気持ちとかになっちゃってもいいのかな、どうなんだろう、両親への言葉。マサオさんがもうふざけたこと言うからみんな笑っちゃってるよ、もうマサオさんマサオさんって言って面白いなマサオさんそれ。無駄に筋トレとかしちゃう皆さんちょっと途中から来た人もいるかもしれないんですけど、今ちょっとあの次3月25日に発売するソロのアルバムの中から1曲新しく曲を作るのに皆様からこうアイディアをいただいてるんですけど、今バラードがいいっていう曲のジャンルは決まったんですけど、歌詞をどうしようかなっていうのは結構悩んでいて、今ウェディングがいいんじゃないかってなったんですけど、そのウェディングの時の両親に向けた手紙の歌、手紙を歌にするっていうのがあって、その両親への向けた歌になると今度はウェディングでもなくなっちゃうんじゃないかなっていう可能性もあるということですね。現状今そんな感じなんですけど、あといろいろアイディアが出てるのを今書いてもらったんですけど、ファンに向けての気持ち、大切な人に向けて、一生捧げる歌、人生の応援ソング、爽やかアップ、これは違うか、忘年会で踊り癒される子守歌、感謝をメインにすればいろんな時使います、親への曲がいい、ウェディングよりもいろんな案、はい、マサオさんのウェディングに縛るにはウェディングじゃなくてもいい、あれ俺ノミネートされて、マサオさんちょっと邪魔しに来てるでしょこれ邪魔じゃないのか、至って真面目なのかマサオさんはね。うちのスタッフがそぎ落としてましたよ、あのホワイトボードに書かれてないんで。そうか、両親、子供、
ファンに向けて、いやめちゃくちゃいっぱい案が出るな、いっぱい案が出すぎて悩むな本当に。どうしよう。感謝の気持ちを歌にしたバラード、大切な人たち、両親に向けてなら結婚式で流せるからいいかと思います。でもこの自分の両親に向けてのメッセージか、そのお相手の両親に向けてのメッセージかでまたちょっと世界観も変わりそうですけどね。子供に向けてっていうのも結構あるな、ファンに向けてっていうのもあるな。子供がいいよな、両親がいい、子供がいい、子供と両親どっちも、難しいな。めちゃくちゃ意見が割れております。これは決めるの難しいですけど、ちょっと想像してみようかな。バザードでしょ、岡崎体育さんが幼稚園で踊れるお遊戯の曲を作ってほしい。またまた全然違う路線できましたね。お遊戯ね、子供のお遊戯もあれ踊ってもらえるとでも嬉しいよね。子供たちに、子供たちがそうやって自分の曲で踊ってると思うとね。シュネルさん難しいっすよね。どうしたらいいと思います？バラード、バラード、なんかどんどん岡崎体育さんの意見が採用されて気味で、子供のお遊戯が押されてきてるんですけど子供のお遊戯全部作るのは別に、その後々全部作るのはいいんですけど、今このねメイキングで一曲作るっていうのを何にしようかっていう、何かやっぱないと、何かないとな。めちゃくちゃお遊戯が一番揉めない気がしてきてなるほどね、お遊戯系みんなこう分かりやすい可愛い曲が一番揉めない、確かに揉めないかも。俺でも作れるかな、お遊戯系の曲って。作ろうと思えば作れんのかな、やったことないからな。むちゃくちゃ音質とかに、音質とかにこだわるとこじゃないもんな、もう子供の曲って。子供も一緒に、子供の USA やラブマシーンみたいなの、ちょっと待って、バラードじゃなくなってきたよ、もうそっからそっからどうしよう、どうやって決めます。こんなに思ったより意見が割れると思わなかった。もう俺が決めちゃっていいのこれ。じゃあみんなの、みんな今意見バッと言ってもらった中で、
これって決めていいですか？僕もうちょっと40分経っちゃった。最初あんなにまだ6分とか言ってたくせに、めちゃくちゃ時間経っちゃった。最初にビビッときたやつ、いやあのね、僕このインスタライブ始める前にもう絶対バラードだって言われるだろうなっていうのはなんか自分の中で予想してたんですよ。だからバラードだとなんか少し準備しちゃってる自分がいる。そのどうせバラードなんだろうなっていうのから、バラードだったらこういうコード進行かなっていうのをもう実はちょっと準備しちゃってる自分がいるんで、それじゃなくてもバラードを決まったの覆すのはやめましょうって言ってすいませんでした今。ごめんなさい、もう何も言いませんね、ごめんなさい。バラードは決まってました、本当ごめんなさい。バラードは決まっていて、お遊戯系は興味あるけど、もう一回もうじゃあバラードはもう決めましょう。え、シュネルさんが素敵なこと言ってる、何？将来の自分に手紙を書く的な歌のタイムカプセル。あー、いやそれ10代ぐらいにやりたかったな開くの40代ぐらいでしょ、恥ずかしいな。30代のメッセージ40代で開くの。バラードね、もうちょっとバラードはもう変えないです。で未来ね、自分に向けてっていうのはありますね。あ、でも将来に自分に向けて、みんな将来の自分に向けた歌ってもう僕デビューしてもうすぐ20年ですよ。いいんですか、それで30年、デビューして30年の30年目のメッセージ、自分へのメッセージ、あ、逆に昔の自分へのメッセージはめちゃくちゃある。もう10代の自分に向けてのメッセージはめちゃくちゃある。本当にもう叩き直してやりたい、10代の自分を。だからそれバラードじゃないかもしれない。そうね、ビビッときたやつで決めてください。漁師、子供向けて漁師、両親への感謝の歌ね。すごい、だからなんか両親への感謝の歌で僕が一番いいなと思うのは、なんかその僕結構今まで歌詞書くとき、今回のどうとかもそうなんですけど、ほとんどフィクションが多くて、自分の中でこうストーリーを作り上げる、物語を作り上げて歌詞とか書くんですけど、その両親への感謝とかだと、なんか自分のそのなんていうの、今までの過ごしてきた時間がこう頭の中に映像が思い浮かぶわけじゃないですか。そういうその自分の、まあ、生い立ちを知ってもらえるっていうと変大げさですけど、もしかしたらその自分がどういう人間だったのかとか、育ってきた環境だとかをちゃんとこう伝えれる曲は今までなかったんで、その両親への感謝とかそういう楽曲にするとそういう部分が出せるかなっていうのはありますね。そうね、いや決めた、僕は両親への感謝の歌でいきます。もう勝手に決めちゃった結局いいのかな、ちょっとなんか、母親を喜ばしてみたいななんかすごいこういろいろ多分迷惑かけた部分もいっぱいあるんで、ちょっと自分の、母親が喜ぶような、ひとみちゃんってうちの母親の名前を知っている人がいるそうだな、
そういう両親への感謝の歌で行こうかな。行きます、ちょっとそれで行きます。バラード両親への感謝の歌を作ろうかな。うん、決まりました。これを、今ここで決めたんで、この多分もう 2,3 週間の間に、まあ、作り始めて作ってその映像を収めて、3月25日に発売するアルバムの中に収録、そしてその制作過程もメイキングで収録するということで、皆さんぜひぜひ楽しみにしてていただきたいなと思います。いや決まってよかった、47分間、よし頑張ろう、楽しみですね皆さん。やっぱね、なかなかこうありがとうとかね家族に思ってるんだけど言いづらいですよね、照れくさかったりとかさ、そういうのをねみんながこうちゃんと言えるような、言いたいっていう気持ちになるような歌詞や歌になるといいですね。ということで、今回はバラード、そして両親への感謝の気持ちという楽曲を制作したいと思います。ぜひちょっとあのインスタライブ作ってる最中も何かしらこうやったりとかすると思うんで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。そしてアルバムのタイトルとかもう言っていいんでしたっけ。アルバムのタイトルはインクと言います。INK。 皆さんこれ21時もうあと10分後ぐらいですかねに、公式ホームページにも情報が上がりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。楽しみだな、曲作るの。こうやって曲作るの初めてだから、なんかさ、まあ、本当にあのメッセージでもいいしインスタライブの時でもいいけど、こういうワード入れてほしいとかあったら全然僕に送ってくれれば、そういうワード入れながらやっていきたいなと思いますんで、今後もちょっとね一緒にこの、まあ、まだタイトル決まってないですけど、このバラード、感謝の気持ちを伝えるバラードを皆さんと一緒に作っていけたらなと思ってます。ぜひその際は参加してください。はい、ということで、今日はこの辺でインスタライブを終わりにしたいと思います。あとは言うことはこれですか。あ、もう一度ねこのシングルをもう一度、うちのポニーキャニオンのスタッフがですね、このニューシングル DO の方をぜひ明後日発売なんで聞いてくださいと。お、大輝くんがいる、大輝がいるんですか。大輝のメッセージ、DO最高ですよ。さっきそうでしょう、ありがとう大輝。大輝かなり早めにね僕の LINE にメッセージくれて、もう最高ですって言ってくれた楽曲でしたね。本当ありがとうございます。この曲めちゃくちゃ本当に面白い楽曲になってるんで、なかなかない、世界中どこ探してもこのジャンルを言えないような楽曲っていうのはないんで、すごく面白い楽曲になってます。ぜひ、あさって発売になります。もうミュージックビデオも解禁になってるんで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。以上、それでは皆さん、また続報があればお伝えしたいと思いますので楽しみにしていてください。以上、ケイタでした。さよなら。